ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、有名な予言者の特徴って何だと思う？そうだな。過去に予言したことが実現し、内容が具体的であることだと思うぜ。確かにそうね。具体的なことを予言した予言者っているのかな？実はいるんだぜ。今回紹介する予言者も具体的な内容を予言していくつも的中させた人なんだ。その人は政府公認の予言者でもあるんだぜ。ええ、その人の予言が悲惨なものでないといいわね。残念ながら、その人は近い将来世界に対する不吉な内容も警告しているんだぜ。そうなの？気になるわね。よし、それじゃあ今日はババヴァンガの未来史について詳しく解説していこう。わかったわ、よろしくね。ゆっくりしていってね。マリサ、最近話題になってるプーチンが戦争を起こすっていう予言、知ってる？ああ、知ってるぜ。実はそれ、約40年前に予言されてたんだ。その予言者の名前はババヴァンガ。ブルガリア出身の有名な予言者で、かなりの的中率を誇ってるんだぜ。へえ、ババヴァンガってどんな人なの？どうしてそんな予言ができるの？ババヴァンガは1911年1月31日にブルガリアで生まれたんだ。彼女が12歳の時に竜巻に巻き込まれて、ひどい砂嵐で両目を傷つけてしまったんだ。その結果、彼女は失明してしまったんだけど、それが彼女の予知能力を引き出すきっかけになったと言われているんだぜ。失明して予知能力が得られるなんて、ちょっと信じられないね。まあ、普通の人には信じがたいかもしれないが、ババヴァンガは自分が見えない存在から、未来の出来事を予知夢として教えられているって言ってたんだ。それで彼女は第二次世界大戦中、行方不明の家族を探してほしいと願う人々のために、彼らの居場所や運命を予言したんだ。その予言は当たってたの？そうなんだ。彼女の予言はよく当たるって評判になり、国内外で一躍有名になったんだ。やがてヨーロッパ全体にその名が広まり、各国のビップたちが助言を求めて彼女の元へ足を運ぶようになったんだぜ。ビップまでが頼るなんて、すごい信頼されてたんだね。でも、予言ってどれくらい当たってたの？ババヴァンガの予言の的中率は、なんと70から 80% と言われているんだ。例えば、第二次世界大戦の勃発や、チェルノブイリ原子力発電所事故、ソビエト連邦の崩壊、ダイアナ妃の死去、そしてアメリカ同時多発テロ事件なんかを的中させたとされている。アメリカ同時多発テロも予言してたなんて信じられない。どうやってそんな予言を？1989年のことだ。ババヴァンガは怖い、アメリカの双子に鉄の鳥が衝突する、大量の人が死ぬって予言したんだ。この予言は、まさに2001年のアメリカ同時多発テロを暗示していたんだ。双子は世界貿易センターを、鉄の鳥は飛行機を指していたと考えられてるんだぜ。それじゃあ、他にも未来の出来事を予言してたの？もちろんだぜ。オバマ大統領が第44代アメリカ大統領に就任することも、黒人がアメリカの大統領になると予言してたし、2011年に北半球の生活が放射能で汚染されるとも言っていたんだ。そして実際に、2011年3月11日に福島第一原発事故が起こり、福島の町は放射能で汚染されてしまったんだぜ。そんなに多くの予言が当たるなんて、ババヴァンガの予言、かなり信頼されてるんだね。その通りだ。ババヴァンガの予言はあまりに的中率が高いもんだから、ブルガリア政府によって国家機密扱いにされるほどだったんだ。でも、2014年の政権交代で、その一部が解禁されたんだぜ。その解禁された予言の中には、どんな未来の予言があるの？一番衝撃的なのは、最終的にこの世界は5079年に終わりを迎え、人類が現在の宇宙から別の宇宙へ移るとされている予言だ。そんな未来の話を予言してたんだ。でも、それってかなり先の話だね。ああ、でもババヴァンガだけが未来を予言してたわけじゃないぜ。16世紀にはフランス出身の占星術師、ノストラダムスが有名な予言を残している。ノストラダムスって、あの1999年に世界が終わるって言った人だよね？そうだ。彼は1555年に大予言を出版して、その中には942の詩編が含まれている。その詩編の中で、ナポレオンやヒトラーの台頭、そして第一次、第二次世界大戦の勃発、さらに広島長崎への原爆の投下なんかを予言しているんだ。そんなに古い時代から予言されてたんだね。でも、ノストラダムスも2024年に関して何か言ってたの？ああ、実はノストラダムスも2024年に第三次世界大戦が勃発すると予言しているんだ。彼の予言書には戦闘と海戦が勃発する。
赤い敵は恐怖で青ざめるだろうって書かれているんだ。第二次世界大戦が終わってから79年が経った今、再び世界が大きな危機に直面するかもしれないってことだぜ。それはちょっと怖いね。でも、予言だから絶対とは限らないよね。そうだな、予言は未来の可能性を示すものだから、必ずしも現実になるとは限らないんだぜ。でも、過去の多くの予言が当たっていることを考えると、注意しておくべきかもしれないな。大海原を恐怖に陥れるだろうってノストラダムスが言ってた赤い敵って、もしかして中国のことなの？そうだぜ霊夢。最近の世界情勢を考えると、その可能性は無視できないぜ。ノストラダムスの予言では、赤い敵が世界に大混乱をもたらすって言われてるんだけど、それが中国を指してるんじゃないかって説があるんだ。ウクライナ情勢やガザ地区での戦闘激化、台湾の緊張状態なんかも含めて、世界が暗い方向に進んでるように見えるだろう？これが第三次世界大戦に向かう前兆だなんて、まさにノストラダムスの予言通りだと思わないか？本当にそんなことが起こるのかな？でも、他にもノストラダムスの予言ってあるんでしょ？もちろんだぜ。第二の予言は異常気象と大規模な自然災害に関するものだ。ノストラダムスは痩せたちはますます痩せ、大きな洪水が起こるだろうって書いてるんだぜ。しかも、この流れが今後も続くっていうのがノストラダムスの予言なんだぜ。これを考えてみると、日本では元旦に大地震が能登半島を襲ったり、その後も各地で火山が噴火したり大洪水が発生しているだろう？まさに予言が的中していると言えるかもしれないな。これからも異常気象と自然災害が続くのかと思うと不安になるな。そうだね、確かに異常気象が増えている気がするし、自然災害も頻繁に起こっているよね。そういった予言が的中してるなんて少し怖いわ。でも、ノストラダムスの予言ってそれだけじゃないよね。ああ、まだまだあるぜ。三つ目の大予言は世界の著名な指導者が相次いで死亡するというものだ。具体的に言うと、イギリスのチャールズ国王や、ローマ法王フランシスコ教皇みたいな人たちだな。チャールズ国王に関しては健康不安説が囁かれているし、フランシスコ教皇も高齢化が進んでいるから、いつ何が起こっても不思議じゃないんだ。ノストラダムスの予言では、次のローマ教皇がアフリカやアジア出身の人物になる可能性が示唆されているそうだ。これまでの教皇とは全く異なる背景を持つ人物が選ばれるって考えると、確かに驚きだよな。アフリカやアジア出身の教皇なんて、今まで考えたこともなかったわ。それが現実になるなんて、ちょっと想像がつかないわね。でも、未来のことなんて誰にもわからないし、予言が本当に当たるかどうかもわからないわよね。その通りだぜ、霊夢。予言が現実になるかどうかはまだわからない。でも、こういう話を考えると、歴史がどう動くのかに注目したくなるよな。さて、次はババヴァンガの2024年の予言について話そうか。ババヴァンガって、ロシアの指導者が暗殺されるって予言してたんだっけ？そうだぜ、霊夢。ヴァンガはロシアのプーチン大統領が暗殺される可能性があるって予言していたんだ。それも、暗殺者がロシア人であるという具体的な予言なんだぜ。さらに彼女は、氷のように全てが溶ける。しかし、一箇所だけ手つかずの場所がある。それはウラジミールの栄光、ロシアの栄光だって言ってるんだ。このウラジミールってのは、プーチン大統領の名前なんだ。つまり、彼女はロシアが戦争で勝利し、プーチン大統領が、強大な権力を手に入れることを予言していると解釈できるんだぜ。でも同時に、彼が暗殺される可能性も示唆しているんだ。それってすごく怖い予言ね。もし本当にそんなことが起きたら、世界がどうなるかなんて想像もつかないわ。ああ、もしプーチン大統領が暗殺されたら、ロシア国内だけじゃなく、世界全体が揺れることになるだろうな。彼の死が何を引き起こすかはまさに予言通り、誰にもわからない。世界情勢がどう変わるのか、予言がどれだけ当たるのか、注目する価値があるぜ。彼女の予言は幅広いんだぜ。例えば、自然災害の増加についても予言していたんだ。2024年には世界中で災害が頻発すると言っていて、実際に元旦には能登半島地震が発生しただろう？南海トラフ地震や首都直下型地震のリスクも年々増していて、日本における自然災害の危険性が例年よりも高まっているって感じるぜ。そんなに多くの地震が起きるなんてやっぱり怖いね。でも、どうしてこんなに災害が増えているの？一つの理由として、気候変動の影響があるんだぜ。さらに、ラニーニャ現象が発生する可能性も高いって言われている。ヴァンガも特に気候変動には注意が必要だと言っていたし、実際、
今年の夏の異常気象は問題になっているんだ。7月の気温は過去10年間で最も高くなっていて、これは尋常じゃないんだぜ。ラニーニャ現象って何？それが起きるとどうなるの？ラニーニャ現象ってのは、赤道付近の日付変更線あたりから南米にかけて、海面水温が平年より低くなる現象なんだ。この状態が1年くらい続くと、世界中で異常気象が発生しやすくなるんだぜ。具体的には、夏は例年よりも暑くなり、逆に冬は例年よりも寒くなる傾向がある。日本でもこれが影響して、今年は猛暑と厳冬が交互にやってくるかもしれないな。そんなに大変なことが起きるのね。今後の気候がどうなってしまうのか心配だね。他にも何か予言があるの？2024年に関して言えば、バババンガは癌の治療法が見つかると予言しているんだぜ。しかも、それだけじゃなくてアルツハイマー病や他の難病に対する治療法も同年に発見されるって言ってるんだ。だから、この予言は現実的にあり得る話かもしれないな。実際アルツハイマー病に関しては、2023年末に日本で新薬が承認されてるし、もう患者への投与が始まっているんだ。それはいいニュースね。癌やアルツハイマー病の治療法が見つかるなんて、もし本当だったらすごく希望が持てるわ。でも、こういう予言って本当に当たるのかしら？予言が現実になるかどうかは、時が経てばわかることだぜ。だけど、バンガの予言がこれまでも当たってきたっていう事実があるから、無視はできないんだ。どれだけの未来が変わるか、楽しみでもあり、怖くもあるよな。マリサ、このバンガって予言者、すごいことを言い当てているみたいだけどどう思う？ああ、霊夢。バンガの予言は的中している部分が多いんだぜ。さっき言ったように、彼女は癌や他の難病に対する画期的な治療法が見つかるって言っていたんだ。もしそれが実現すれば、医療界にとんでもない革命が起こるし、多くの人々の命を救うことになるだろう。実際、最近では癌免疫療法や遺伝子編集技術の進歩が注目されているし、これもバンガの言う通りかもしれないな。そんなに未来のことがわかるなんて、本当にすごいね。他にはどんな予言をしているの？それだけじゃなく、政治的な変動も予言していたんだ。彼女は国際関係の再編や新たな政治勢力の台頭についても触れていて、実際に今、戦争や政変が次々と起きている。バンガの言う通り、国際政治がこれほどまでに不安定になるのは稀なことだと思うぜ。アメリカの大統領選挙やバングラデシュの政権崩壊、ヨーロッパでの極右政党の台頭など、2024年はまさに政治的変動が多発している年になっているんだ。いろんなところで大変なことが起きてるんだね。他にもまだ予言があるの？政治的な変動だけじゃなくて、経済にも影響が出ているんだぜ。バンガは世界的な経済危機が起きると予言していて、実際に今、その通りになっている。特に日本では、日経平均株価が過去最大の乱高下を記録するなど、経済が不安定で危険な状況になっているぜ。高いインフレ率や先進国の低成長率、中国経済不調なんかが重なって、グローバル経済全体が不安定な状態に陥っているんだ。経済も大変なことになってるんだね。バンガの予言、ここまで当たってるとちょっと怖くなるよ。ああ、テロや生物兵器の使用が増えるとも予言していたんだぜ。実際、2023年にはテロの危険性がさらに高まり、核事件で死亡者が 26% も増加しているんだ。これは過去5年間で初めて致死率が上昇したことなんだぜ。さらに、バンガは2024年にヨーロッパで大規模なテロ攻撃や、大国による生物兵器攻撃が行われる可能性が高いとも警告している。この影響で、国家間の関係が一層不安定になり、社会的不和が広がるかもしれないんだ。そんなことが起きたら、もっと世界が混乱しちゃうよね。ああ、次に注目すべきはサイバー攻撃だ。バンガの予言によると、2024年にはサイバー攻撃がさらに増えて、高度なハッカーが送電網や浄水場などの社会インフラを直接狙ってくるって言われてるんだ。それって、ただのトラブル以上に大きな影響を与える可能性があるってこと？その通りだぜ。これによって各国の航空会社で欠航が相次いだりと、社会全体が大混乱に陥ったんだ。実際、最近も世界中で Windows を搭載したパソコンに大規模な障害が発生して、再起動が繰り返されたり、異常停止したりするトラブルが起こってたんだ。それって、もしかしてバンガの予言してたサイバー攻撃と関係あるのかしら？可能性はあるな。セキュリティソフトが原因だとも言われているが、これが本当にサイバー攻撃と関係しているなら、バンガの予言が的中したことになるかもしれないぜ。なんだか不安になるわね。でも、
漫画の予言ってそれだけじゃないんでしょ？他にも何か興味深いことがあるの？そうだな、それに加えて、漫画は新たな疫病の出現についても予言していた。2020年からのコロナウイルスに続いて、今後さらに予期しなかった新しい疫病が現れるかもしれないんだぜ。もしこの病気が広がれば、人間にも新たな脅威となる可能性があるんだぜ。最近では、アメリカで異常タンパク質のプリオンが原因となる慢性消耗病が野生動物の間で流行していて、2023年11月には、初めてアメリカの国立公園で鹿が感染していることが確認されたんだ。もう、これ以上悪いことが起きないでほしいね。でも、どうしたらいいんだろう？未来のことはわからないけど、予言を知っておくことで備えることはできるんだぜ。知識を持っていれば対策を講じることもできるし、心構えもできる。だから、霊夢も恐れるだけじゃなくて、どうやって備えるかを考えるんだぜ。マリサ、ゾンビ鹿病って聞いたことある？名前からして不気味なんだけど、どういう病気なのか教えてほしいわ。ああ、ゾンビ鹿病か。鹿がまるでゾンビみたいになるから、そう呼ばれてるんだ。これがまた厄介で、今のところ治療法もワクチンもないんだよ。これは感染すると脳神経が徐々に破壊されて、急激に体重が減ったり、歩く時によろめいたり、よだれを垂らしたりする症状が現れるんだぜ。え、治療法もワクチンもないの？それって結構深刻じゃない？どうやって感染するのか知りたいわ。そうなんだ、かなり深刻だぜ。アメリカの CDC とも訳される疾病予防管理センターによると、この病気はもう31の州で確認されているらしい。感染経路としては、糞や尿、唾液、血液などの体液に直接触れることで感染するし、感染した動物の体液が環境を汚染して、間接的に感染することもあるんだ。それって、人間にも感染する可能性があるってこと？そうなんだ。だから、もし次に大流行する新しい疫病があるとしたら、このゾンビ鹿病が候補の一つかもしれないな。今のところ、人間に感染したケースは確認されてないけど、CDC は将来的に人間に感染するリスクがあるとして、各国政府に備えるよう勧告してるんだぜ。うわぁ、それは本当に怖い話ね。何か明るい予言とかないの？そうだな。漫画が予言しているもう一つの大きな変化は、テクノロジー革命だ。彼女は2024年に量子コンピューターが大きな進歩を遂げると予言しているんだ。量子コンピューターってのは、従来のコンピューターよりも桁違いに早く問題を解決することができる技術なんだぜ。それって、具体的にどういう影響があるの？例えば、人工知能の進化がさらに加速するだろうな。シングラリティ、つまり人工知能が人間を超える瞬間が、ますます現実味を帯びてくるんじゃないかと思うぜ。今でもチャット GPT みたいな人工知能が賢くなっているけど、量子コンピューターがその進化をさらに後押しするんだ。未来がどうなるか、少し怖くもあり楽しみでもあるわね。でも、漫画の予言には他にもすごいことがあるんでしょ？ああ、そうだ。彼女は宇宙人との遭遇も予言しているんだ。具体的には、人類が初めて宇宙人と接触するか、あるいはこれまで隠されてきた地球外文明の存在が公表されるかもしれないって言うんだ。宇宙人か。それって本当に起こったらものすごいことになりそうね。そうだな。私たちも目を光らせて見守っていくべきだろうな。2024年がどんな年になるかはわからないが、漫画の予言がどこまで的中するのか気になるぜ。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。